昔々嘘つきの町と呼ばれる場所に嘘がつけない少年がやってきた。住民たちは周りにも自分の気持ちにも嘘をついてしまうような中、嘘がつけないその純粋な少年が愛おしく、いつも嘘をついてからかい楽しんだ。少年はほとんど無口であったが、いつもニコニコしており、たくさんの村人から囲まれていた。そんなある日、少年は熱を出して体調を崩し病院に行く。医者はただの風邪だと少し言葉を詰まらせ、しっかり寝るようにそう言った。体調を崩した後も変わらず少年のもとに住民たちはやってきて話しかけていく。しかし次第に症状悪化、ついには動けなくなってしまい、少年はたくさんの住民に囲まれこう口にした。僕は嘘がつけない、でもその代わりにその人が嘘をついているかどうかが誰よりもわかると。住民たちは少年の言葉に驚き顔を見合わせる。そして続けて、でもみんなは嘘をつくけど、人を傷つけたり不幸にする嘘は絶対に言わなかった。僕が寝てる間もずっと大丈夫、もうすぐ治るからと安心を与えようとしてくれた。人を笑わせる嘘や人を悲しませないための嘘、この世には愛のある嘘があることを教えてくれた。みんなは嘘をつくけど、相手を思う気持ちにはずっと嘘がなかった。ありがとう、そう言って目を閉じた。残された住民たちは皆悲しみ、自分たちは嘘がバレているのにもかかわらず嘘をつき続けていた愚か者たちだという意味と、少年の名からこの日をエイプリールフールと呼び、この日以外嘘をつくことをやめた。真実を語り、真実を見抜き、いつも笑顔で多くの人から愛される少年のような人間になることを目指して。